桜が咲く季節になりました。マイノリティレポート3月号です。こんにちは、新須賀です。花粉症から解放される日はまだでしょうか。北丸です。よろしくお願いします。本当にすごい花粉症。今年すごかったの。ねえ。うん、もうダメ、ぐじょぐじょです。薬効かないしね。処方箋してもらわないとダメなのかな。そうです。私はね、毎1年間ずーっとアレルギーの薬飲んでる。それでも花粉の時はやっぱりグワーッときますから、ね、見てる方もきっとぐじゅぐじゅ言いながら大変かもしれませんが、もう少しです。桜がね、咲き切ったら止まりますから。さて、それではマイノリティレポート3月号、ご紹介してまいりましょう。まずはですね、同性婚を認めないのは違憲という高裁判決が出ました。それからアーロン・ブシュネルに続けということで、イスラエルの民族浄化に抗議する元米兵たちのニュース、それから、アメリカのトランプ支持者の、支持の候補者が続々と出てきています。そして、ウクライナと NATO、キリン不買運動、それから愛知トリエンナーレ名古屋が敗訴いたしました。その他、杉田水脈さんの止まらぬヘイトなどについてです。で、今日のレポート、実はもうすでにあちこちで、たくさん報道されましたが、今日のレポートは、多様性というのをこのような形の日本語で捉えるのかというので私も驚愕いたしました。そして今日のエンタメ、トランスジェンダー映画祭、そしてファーストデイ私は花映画ですね、記者たちをご紹介してまいりましょう。それでは早速いきたいと思います。同性婚を認めないのは違憲状態という形で東京地裁が判決を出し、で、その後すぐに同性婚を認めないのは憲法違反であるという形で、いいですね、札幌高裁2審での、違憲判決は初でございます。そして、これは国会衆議院で、ね、衆議院会館の近くでですね、大会議場で、まあ、国会院内集会っていうのをやりまして、はい、マリージフォーオールという団体がですね、国会議員の先生たちをお呼びしてそれで国会内でも衆議院でもどんどんやっていってください、話議論を進めていってくださいということを訴える集会が、はい、今回、ね、ものすごいやっぱり、まあ、札幌高裁の違憲判決もあったせいか、はい、大変いろんな人が集まりまして、メディアもこういうふうにですね、みんなこうやって向こう側で集まってる人たちのことを映してるんですけど、私はこうやって後ろでメディアがこんな風に集まりましたよという写真を皆さんにお見せしたいなと思いまして、こうやって写真を撮ってきたんですけれども。うん、こうやって多くの、マスメディア、まあ、ウェブのメディアもそうですけども、うん、取り上げられるようになったこともすごく大きいですよね。そして今、ここの段、一番、奥で何をやってるかというと、各党の政党の、まあ、代表者といいますか、はい、ここに出席した人たちが同性婚に関して賛成か反対か、丸か×か三角かというものを、こう、札を上げてもらっているところなんですね。これ自民党とか、自民党も来ました。公明党も来たし、国民民主党も。維新も。みんな来ました。維新も来てたかな。まあ、維新はどうでもいいんだ。自民党と、はい、維新来てましたね、それはね、維新も来てました。維新も丸つけてました。はい、自民党と国民民主党、国民民主党は、玉木さんが来て、自分としては同性婚賛成だけれども、党内でまだ意見を集約してないってことで、丸と三角を一緒に出してました。自民党の方も、実は一生懸命やってる議員はいるんだと。でも、なかなか、自民党で議論をするところまでまだ行っていないというね。だから、出てきた女性議員の方は、どうにかして、まずそこから議論する場をとにかく設けたいということで、まあ、やる人はやってんだけども、ただね、ほら、自民党っていうのは党議拘束なんで、自民党でもだけじゃないですけれども、例えば個人的にいろんなそのいい人を選んでも、全部個人、党議拘束で自民党のいわゆる安倍派なら安倍派、もしくは保守派の人たち、の意見に全部集約されてしまうんで、自民党のそのこれから選挙があるにしても、この人はいい人だからって投票しても、その人のいいところは、あなたが思ってるいいところは全く反映されないですよと、うん、自民党のいわば、逆に言えば自民党の悪いところを見て、その悪いところが結局、党議拘束になってくる。悪いところっていうのは、いわゆる僕らの立場から見たときにね、自由だとか平等だとかっていうところとは違うところに行ってしまってる。拡張性に落ち着いてしまってる。選択的夫婦別姓も認められないという、そういうところで全部縛られるので、そういうふうなところをやっぱり自民党として見なくちゃいけないなっていうことを改めて感じますね。はい。差別をしたければ自民党。で、自分が差別を受けるならば自民党という形でですね。私はもう打倒自民党で進めていきたいと思います。はい。それでは、これは前回もお知らせしましたね。はい、昇進
議事をなさった、あの、イスラエル大使館、財部、あの、はい、ワシントン DC のイスラエル大使館の前で焼身自殺をして抗議した、ガザの、いわゆる大虐殺に対してね、今日抗議した、兵隊さんです。この人の後で続けということで、その、リタイアした人たち、もしくは従軍したことのある人たちがですね、自分たちの制服を焼いて、この軍は自分たちの軍ではないと、あの、つまり、イスラエルを支援するのは私たちの意図するところではないということで、抗議の声がやっぱり広がっています。軍人さんの退役軍人というのは、日本で考える以上に尊敬されている。リスペクトされています。もちろんそうです。あの、退役軍人、病院もありますし、全部手当もありますし、それから映画館行っても軍人さんが来たら、みんなあの席を譲るし、もしくは、あの、やっぱり退役軍人さんたちのその軍人の、あの、政治集会であるとか、それはやっぱり大きな力を持っているし、リスペクトされている。まず国を守っているということでしょうね。うん、ね、まあ、国を守っているとか、アメリカはいろんなひどい戦争もしてますけれども。はい。そして日本も本当に各地で頑張っています。この方はですね、在日イスラエル大使館前に一人で休みになると言ってですね、まあ、あの、戦争するなと、あの、殺すなというですね、声を上げています。で、非常に有名な、あの、はい、アルジャジーラとかいろんなところで取り上げられてですね、いや、あの、非常に有名になった方ですけど、国際メディアとしても有名ですね、はい。日本でもこんなことが行われてるんだということですね。そうです。で、これ、彼はですね、ラーメン屋さんの、あの、店主さんなんですけど、非常に有名な、あの、麺屋道元坊主といって、お店の、これね、新中野。あ、新中野なんですか？はい。でね、あの、本当に10人ぐらいしか入らないカウンターなんですけど、で、あの、とっても有名で美味しいんです。あ、そうなんですか？はい。でね、で、それでもうレイシストは来るなとか、レイシストを教育したりとかですね。で、この、あの、行くのが、これが正しい大人の休日の過ごし方って言ってね。おー、すごい。いや、本当にね、あの、やっぱり確信を持って働きながら、あ、やってる方が。今週、日曜でしたっけ？はい、戦争反対は政治的な意見かっていうような記事が朝日新聞に載ってました。新宿のあの駅の中の構、はい、あの駅構内のあのベルクという。あ、いや、ベルクね。ベルクはもう確信犯ですよ。確信犯で。はい。だから戦争反対っていうのは、じゃあ戦争賛成って言ったらどうなのか、戦争反対って言ったらどうなのか、戦争反対というその、ノーウォーって書いてあるんですけども、店のところにそれ貼り出していて、はい、ここの喫茶店はとても気持ちがいいんですけれども、そういう政治的な表明をするのがちょっととかっていうふうな、あの、声があったらしいんですよ。じゃあ、戦争反対っていうのは政治的意見なのか。それ普通の話じゃない。普通の話で、殺すなって言ってる。殺すなって言ってるのは政治的な意見ですから、そこはちょっと言ったら、お前が来るなとか私なんか思っちゃうけれども、まあ、ちょっとそれ言い過ぎですね。はい、憲法9条の掲げた集会が、うんうん、政治的中立性を保てないからって言って、公立の、いわゆる施設から。排除されましたね。あれも異常ですよ。だって、この国は憲法があって、このルールに則って、9条を守れて、憲法ルールを守れて言ってるものが排除されていって、それが政治的って言うんだったら、一体何を見て、どこを基準にして社会が成り立つんですか？全て、安倍政治の時に、恥ずかしい憲法というふうに言った。その安倍政治の、忖度がすべていろんなところに及んでしまったこの10年、第二次安倍政権からのその流れが結局戦争反対すらも言えなくなってしまう。憲法9条を守れ自体も言えなくなってしまう。ね、レイシスト。要するに今ある日本の国が、あの、のベースになっている憲法ですよ。この社会の基本の憲法ですよ。憲法は反日だって言われるんだよね。いや、本当にね、あの、ね、その忖度というよりかも、やっぱりどこかちょっと、自分の気象が生きる、おかしくなってるんでしょうね。はい。そして、その中で、これはもうかっこよかったですよ。イタリアのフィレンツェの意見広告でございます。ちらっと見るとコカ・コーラですよね。はい。はい、だけども、よく見ると、これはジェノ・サイド。サイドって殺すって意味で、ジェノっていうのはジェネラルのジェンで、はい、総殺しって意味ですね。皆殺しという意味ですね。で、そして上には、エンジョイング。エンジョイング。はい。これは、あの、虐殺を楽しんでるというですね、イタリアの、さすがイタリアですね。もうなんかもうこれだけ、このデザイン力だけでもなんか。デザインですね。ね、もうい、あの、やっぱりこういうものが、やっぱり芸術であったり。アートの力、ね。アートの力ですよね。で、そして日本でも同じように、国立西洋美術館で3月12日に、開幕した企画展に対して、その中で参加していた若いアーティストが、川崎重工を虐殺に加担するなということで、川崎重工がイスラエルのね、
いろんな形の、まあ、武器輸出みたいな形でフォローしているので、で、それに対して、その川崎重工が、いろんな形でオーナーになって、国立へ、この美術館をね、運営していて、で、それに対してやっぱり加担するなと。で、これはなんか、いや、さすがアートだなって感じしますね。うん、これもアートですね。うん、これ自体が一つの、はい。まあ、行動自体、まあ、インスタレーションもあるし、いろんなそのパフォーマンスアートもあるし、その中で、やっぱりこれは一つのインスタレーションとパフォーマンス。うん、これ自体が、アートと見るのが、言ってみれば、知的な見方である。そうですね。で、それをどうにか行動につなげていく。もしくは、声につなげていく、はい。で、ここに、まあ、プラチナの旗がありますけれども、はい、そういうものを、やっぱりちゃんとメディアも伝えていかなくちゃいけないなと思うんですけどね。この国のアートって、なんか、ものすごくこう、ふぬけって言ったら変な言い方ですけども、主張とか思想とかがないようなものが、やたら女の裸だったりとか、わけのわからない、こうなんか、なんていうのかな、こう、メッセージ性をどうやって読み解けばいいのかっていうのが非常になんていうか、うん、男性目線のものがとても多くて。そうですね。だからその中で、いや、だからそれ自体も政治的だって言われるんでしょ、うん、ああ。女の裸はダメだとかっていうこと自体が一つポリティカルコレクトなんだし。いや、気持ち悪いですよ、あれ。街の中にあんなのがあった。そうそうそう、うん、確かにね、うん。それ自体が結局アートに政治を持ち込むな。アートって、表現は。ピカソのゲルニカは何なんですかって。そうですよね。いや、だから、ケイト・コルビッツは何なんだっていうね。そうそうそう。いや、もうなんかね、なんでしょうね。政治を持ち込むなということ自体がとても政治的であるということに気づいていない。ね、権力側の思考ですよ。うん。だから、うん、それはだから権力側の政治の表現ですよね。そうですよね。うん、だそれ自体が表現だとすれば、うん、権力側じゃない方の政治的なその表明も一つのアートだっていうことだしね。うん、だからそういうふうにして、でも、まあ、いわゆる芸術至上主義というのがあって、芸術は全てのものから独立して、孤高の美を求めるのだ。例えば、喋りましたっけ、小沢誠二が、結局、東京フィルでしたっけ、組合運動で、給料が少ないっていう人たちで、どうにかして、その劇団員たちの給料を上げようみたいな、待遇改善しろっていうようなものに対して、小沢誠二自体はほら、芸術至上主義だから、はい、そういう組合活動じゃなくて、うん、そうやって音楽を純粋にやれみたいな、この立場を若い頃にね、やっぱり取ったことがあるということで、やっぱりそれ自体も小沢誠二の一つの、側面としてね、やっぱ語り続けらなくちゃいけない。うん、でもやっぱり、小沢誠二はね、金もらうからいいけどさ、うん、劇団一人一人のやっぱり食い口を確保しないことには、音だってならないっすよね。私、生きることは政治だと思うんですね。そうですね。全てのものが政治で、で、政治を排除したら、性そのものが成り立たないと私は思うんですよ。うん、で、その上にあぐらをかいててね、自分は何もしなくても、ね、生きていける人たちが、そういうものをね、その構造をずっとね、いや、黙っとけ、何しとけっていうのはね、お前どんだけ傲慢なんだよとかって思いますよね。それ1960年代の第二波のフェミニズム運動の中で、うん、本当に個人的なことは政治的なことだということで、女性たちから、つまり女性たちが個人的に生活をしていることが、実はものすごいところで、社会のあり方に抑圧されることに関わってきているということに気づくわけですよ、やっぱり女性たちは。まあ、それはサフラジェットの運動からもそうなんですけれども、つまり女性の立場であるとかっていうものを喋るだけで政治的なことと関わってくる。それに気づいたときに、やっぱり社会の何らかの運動につながらなくちゃいけないってことなんですよね。うん、私ね、女の人がちょっとなんか言うとね、すぐお前口答えしてるっていう男と同じだと思うのね。ね、意見を言ったら口答え反抗してるっていうのと同じ感覚で言うから、本当に頭にくるよね。そうだよね、きっとね。うん、さて、次行きましょう。カナダ、イスラエルの武器輸出、これが、ね、うん、はい、停止しました。世界はやっぱりね、黙ってないです。うん。ね、やっぱり声を上げることによって政治が動いていきます。そして、チリの弁護士の650人が、イスラエル政府とそれからネタニヤフ政権、ね、ネタニヤフの首相を提訴いたしました。で、これは、国際刑事裁判所ですね。こいつ犯罪者なんだということですね。うん、やっぱりこういう形で、それぞれの国が、で、アメリカも今度、何でしたっけ、副大統領が。カマラ・ハリスがね、はい、言いました。でもあれはなんか、なんとなく、まあ、選挙ですね。もちろんそれもそうでしょう。うんうん、でも逆に言うと選挙を利用して、はい、そういうところから、やっぱり選挙を利用しているからこそ話せることもある。うん、
まあ、アメリカ政府は一生懸命こう、今、ネタニヤフを釈服しようとはしてるんだけども、全然話聞かないですからね。うん、でも、アメリカが今度やっぱり中心になって、停戦決議はなんか、国連に向けて停戦決議はなんか出そうという動きも出てきているし、はい、世界の世論、世論が変わってきていることは確かなんだけども、うん、こいつは全然話を聞かない。というか、初めからあらかじめもうこういうふうに決めてる、ガザを全部消すんだというふうに、うん、決めてやってるんですね。そうです。なんかあの支援物資をね、あの取りに行った人が自分に殺されたとかね。うん、でもこれはあの植民者の姿ですから。うん。私たちが生きてきた。あともう一つね、あのガザの海岸線あるでしょ。はい、あそこものすごくいい、あの風光明媚なとこなんですよ。はい、海岸線っていうか、あのね、あそこをですね、ほら、トランプの娘婿の、はい、あの、クシュナーが、確かイスラエル出身ですよね。イスラエルですよね。で、彼が、その、まあ、不動産関係しているので、あそこの利権を取って、それでイスラエルと、今政府とネタニヤフと交渉してると。裏でね。そういう風にして、だからもう、だからアメリカの一部の、あの、まあ、そういうデベロッパー、ブローカーたちが、あそこを虎視眈々と狙っている、はい。みんな金がかかって、金が関係してくる。ね、だから、ただ単に人道だとかっていう問題だけじゃなく、もっと裏に、まあ、植民地主義ですよね。そうそうそう、まさにそうですね。うん、自分たちの利権が絡んでくるということも、見といた方がいいと思いますね。本当に大国や帝国の思惑でね、どういうことの人たちが殺されてきた歴史があるのかね。そして今もそれがね、続いているということです。で、それから、これをね、ちょっと私、すごく嫌な気分で、記事を見ました。これ全然関係ない話ですけどね。はい、またこれもね、今、今、大統領選挙の年なんで、はい、知事選挙とか全部2年ごとに行う、中間選挙、大統領選挙、中間選挙、大統領選挙で、大統領ではないことなんだけども、またいろんなところで知事選挙も行われる。そのための、大統領選挙と一緒で、民主党と共和党の予備選挙っていうのがこうやって行われていくんですよ。で、それで、この、ノースカロライナっていうのは、そこ、ユナイテッドステーツの、はい、その、はい、もうちょっと下、ここら辺、ここら辺にある、ここら辺にある、ここね、ノースカロライナ、いわゆる南部ですよね。南部ですね。もう共和党の赤の州なんですけども、うん、そこの知事候補として、共和党の知事候補、でもここは赤のところなんで、民主党の知事候補よりも共和党の知事候補、今度の知事になります。だから11月5日の選挙で、はい、そこの知事候補に決まって、マーク・ロビンソンという人、この人実は2021年、2年前か、だから、3年前かもね、副知事になったんです。この人は今副知事なんですよ。そうなの？それは共和党から出て。共和党から出て、ノースカロライナ州の副知事なんです、この人。今55歳なんですけれど、で、これなんて言ってるか、この人の一種の陰謀論者でもあるんだけれども、はい、まあ、共和党で初めての黒人の副知事であるし、今度、知事候補っていうのも初めての黒人の、いわゆる、まし、だいたいね、68% ぐらいが白人で、やっぱり南部なんで、そうですね、黒人も、いわゆる、奴隷農園の、末裔の人たちもまだたくさんいて、まあ、ここら辺はタバコのプランテーションがあったところなんですね。今でもタバコがメインの、主要産業なんですけども、そこの、まあ、この黒人候補ということで、やっぱり白人におもねらなくては、生きていけない。生きてこれなかった。まあ、それはしょうがないと思うんだけど、でも、なんて言ってるかというと、みんな、今最近ね、奴隷制度があって、奴隷制度で、それの賠償を請求しなくちゃいけないという動き、やっぱりアフリカ系の人たち、いわゆる、それはそうですよ。うん、持ってきた人たち。で、今もその被害が続いているし、ね、ずっとある種の貧困の連鎖もあるし、うん。で、それに対して。うん。だから、賠償請求などあるわけが、賠償請求権などあるはずもなく、逆に、ここに、奴隷として連れてきてくれて、こんな風にして生かしてくれている白人に、感謝する責任を持って、義務を持っているという風に言っている人です。あ、もうなんかね、あるあるなんです。在日の中でもね、日本に生まれたことを感謝しろみたいなね。そうですね。そういうことを言う人もいるけれども、これってね、もうどう考えても過剰適用ですよね。この人でもともと例えば、まあ極右の陰謀論者で、まあもちろん反 LGBT だし、それから、ホロコースト否定してんだよね。
ホロコーストを否定した、まあ、反ユダヤ主義者である。逆、もう一つ言う、ね、反イスラム教師。この肌の色で生きてきた時に嫌な思いをしないで生きてくるってことはできなかったと思うんですよ。ね、アメリカ社会の中で。だけども、彼はそういうことをなかったことにしようとしてるわけでしょ、自分の中で。うん。だから白人社会に適応しようとして、まあ、過剰適応っていう言葉はありますけど、うん、適応しようとして、うん、まあ、その中で生き延びるためには、うん、ある程度その、わざと振りをしながら、うん、やんなくちゃ、生きていけない。つまり白人に、うん、へこへこする振りをする。うん、でも振りをしてるうちに、振りじゃなくなってくる、うん。そうすると、英語では、例えば、オレオっていう、ビスケットあるでしょ、はい、黒いビスケットの間に白いものが挟まっていて、白いクリームが挟まっていて、はい、つまり見た目は黒なんだけども、中身は白だっていうことで、黒人の中でも、いわゆるこういうふうに、それ、とてもデラバトリー、いわゆる侮蔑的な言葉でオレオって言ったりするんですけれども、うん、そういう言葉が残っているっていうのはやっぱり何かというと、やっぱりそういうふうにしてしか生きられなかった人たちはいるんだけども、でも骨の髄までそうなっちゃってる人たちもまたいる。で、その中で、この人はだから、55歳で、子供も2人いて、ね、まあそうやって、言ってみれば、こう、社会構造の上部までのし上がった人。うん、わからなくもないけれども、こいつはダメですよね。私ね、自分のね、親戚でね、日本の国籍を取った親戚がいるんですけど、はい、まあ、ほとんどそうなんですけどね。でね、で、そのおじさんがね、なんか、まあ、私のことが気に入らないとね、言う言葉があるんですよ。俺はな、俺はお前とは違うんだ。俺は帰化できる朝鮮人なんだって言ったのね。もうなんかね、はぁーと思ったけど、でも、まあ、なんていうのかな、そういうふうに言わないと成り立たなかったんでしょう ね, うだからね、だから聞かれる朝鮮人なんだって、それが何の誇りになるんだとか思うんだけど、俺はお前とは違うんだってやっぱり言うの、差別構造全てそうですよ、うん、女性でも、ね、うん、私は男たちに可愛がられてると、そうなのよ、あんたみたいな人たちがいるのが邪魔だし、そう、黙っててくれない、私の権利はどうなのっていう人たちがいる、まだしてまた女性の権利の獲得のためには、一番最初は女性を庇護されることによって、女性は女性たちを、自分たちを守った。だから庇護されることが当然の権利だと思っているというのからまず始まるわけですよ。そこによって、だからもっとはそうじゃなくて、平等なんだっていうふうに出てきたときに、じゃあ庇護されてきた今までのとても素晴らしい環境を、あなたは否定するのかっていうふうに言われたときに、それは一つの課題としてね、それを、乗り越えた上で、つまり社会構造として、経済構造として、女性たちが自立しなきゃ、それができないけれども、うん、そういうふうにして進んでいくのは、例えば、ゲイムーブメントに関しても、うん、LGBT のムーブメントに関しても、一番最初に、ストーンウォールがあった頃、1969年ぐらいまで、つまり50年代、60年代っていうのは何かというと、やっぱり、せっかく隠れてうまくいっていて、自分たちのそのバーもあるし、自分たちのその、いろんなコミュニティもあるし、黙ってりゃ、うまくいってるじゃないか。なんでお前らを騒いで、その、いわゆる一般社会に向けて飛び出ようとするんで、起こすんだ。だからみんな同じなんですよ。そうね、そういう風にして差別行動っていうのは、すべてが繋がっているということに、の、一つの端緒ですよね。象徴ですね。いや、でも私ね、これ、この人出てきた時ね、このニュースを見た時に、ものすごい切なかった。うん、もう、差別された側の行き着く先はそこなんだなって。こうやって、こう、ロンダリングされながら、こう、エセ、なんか、名誉白人みたいなものをたくさん作っていって、で、そして、最も力が強く、既得権を得てるところというのは安泰にあるというね。もう、本当になんか切ないニュースでした。それでは次に行きましょう。はい、スウェーデンが、NATO に正式加盟いたしました。ウクライナ侵攻を受け32カ国体制になりました。そしてその NATO は冷戦終結後初めて欧州で最大の軍事演習をやりました。さらに、ローマ教皇です。ウクライナの侵攻に対して、まあ、停戦を促すコメントをしました。白旗を掲げる勇気をということで、これいかがですかね。なかなか。まあね、いや、確かにプーチンが、結局ウクライナは西側、NATO からの侵略を避けるために、ウクライナをとにかく取ってしまおうという。でもそれが結果的に NATO が、結局ロシアを、やっぱり仮想敵として想定しなくちゃいけなくなって、軍事的な力をそこに注ぐことになってしまう。いわばヤブヘビになってしまっている。
で、スウェーデンはずっと中立国で、そうですね。この間、本当にウクライナの侵攻の後で、はい、国民的な議論がやっぱり進んだみたい。学校でもそうだし、大学でもそうだし、高校生も、自分たちをどういうふうにすべきなのか、国防、防衛とはどういうことなのかっていうことで、やっぱり議論を進めておいて、やっぱりでも、力には力が頼るしかない。力がその均衡してるときはいいんだけれども、向こうが攻めようとしてるときには、やっぱり NATO っていうものにやっぱり加わった方がいい。でも実際問題どういうふうにして、そこで戦争なんか起こしたらダメですけどね。戦争が起きちゃったら終わりだから、そのために NATO に加わっている。この辺のね、ジレンマってなんかあるんだよね。そうね。みんなが武力を放棄するということは、まあ理想かもしれないけれども、だけど結局、こっちがこう拳を上げたら、こっちも拳を上げるということの連鎖によって、まあ、過去のね、悲惨な、虐殺や戦争が起きているわけで、これなんかなかなか難しいなと思いましたね。あとそれからね、これだけ長引くと、はい、私の友人がそのカナダでいろんな宿とかやってるんですけど、ちょっと安くするとね、バーって埋まるのは全部ウクライナからの子供が、親がね、18歳になる前に逃がしてるっていうね。うん、そうだね。だから、なんとかして、その自分の子供を殺さないようにという形で、やっぱり人々は必死になってやってるわけですよね。で、それを思うと、徴兵されちゃうんで、本当に今若い人たちが、どうにかして国境から出ようとしてるんだけども、やっぱり監視があって、やっぱり、ウクライナ今劣勢になっているので、また50万人動員しなくちゃいけないということで、いろんな人たちをやっぱり徴収してるんですね。うん、で、そこで、だから、国境の警備もすごく厳しくなって、捕まえては戦場に送り出す。もうロシアと同じようなことになっている。ね、だからといってでも、建前として白旗を掲げる勇気は持てないわけですよ。そうね。でも本当に結局これは消耗戦になった時には、国力の勝るロシアの方が有利だっていうのは、一番最初から言われたことなんだけど。だっていろんな形でその、ガスとかね、いろんな形のインフラに関わるようなものを、まあ、首根っこ押さえてるのがロシアの方じゃないですか。だから、ヨーロッパの国々も、なんやかんや言いながらも、実際にパイプラインはずっと続けてたりとかですね、つながってたりとか、ある種のこう、大国の二枚舌みたいな、自分たちの利益はそのままで、でもこちら側で、そのまあ、武器も供与し、一応なんか政治的な形を取るみたいなことで、死んでいくのは、現場の人たちですからね。同時にその、まあ、アメリカは本当に超という予算を、軍事支援をウクライナに与えてますし、まあ、共和党の反対によって、その予算の、決議が起こられたりはしましたけれども、やっぱりやるし、で、その時にやっぱり、儲かるのは軍事産業なんだよね、そうですね。首脳承認と言われている。その人たちが儲かっていく。そうすると、やっぱり軍産同一になっちゃうし、そうすると、そこでやっぱり社会の経済構造っていうのも、そこでがっちりと決まってしまう。その中で、例えばアメリカの今度の防衛戦闘機の問題に関しても、日本が結局共同開発して、それを輸出しなくちゃいけなくなってくる。はい、日本って戦争でアマシルを吸った経験があまりにもありすぎるから、そうなんですよね、朝鮮戦争とベトナム戦争で、やっぱあれで経済復興したという、あの悪魔のささやきからこう逃れられないですよね。軍事産業っていうのは、需要と供給のバランスがないんですよ。うん、妄想によって膨らむから。実際に何が必要だっていうんじゃなくて、あ、これが来たら困るから、これも用意しなくちゃ、あれも用意しなくちゃ、あれも少なくちゃってことで、どん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 際限なく進んでいく。需要があるわ、需要っていうのは妄想なんですよね。で、供給だけが膨らんでいく。そうすると、やっぱり信頼関係を築く、外交がきちんとしないと、本当に妄想が膨らんでいきますよね。そうすると、結局そちらに予算が吸い込まれると、国民生活というものが立ち行かなくなってくる。そこに回す。予算が少なくなってくる、うん。まさに今そういうところに日本は来ているんでしょうね。日本だけじゃないですけどね。私はね、朝鮮半島の、こう、眼差しから見るとね、北朝鮮はロシアにこう多大な武器輸出をしてますよ、はい。でもね、ウクライナに武器輸出してるのは韓国なわけですよね。そうすると、ウクライナとロシアの殺戮、殺し合いというのは、うん、まあ、ロシアの侵攻というのはね、まあ、形を変えた朝鮮戦争なわけですよ。で、いつも後ろに大国がいて、大国の思惑によって小国が何らかの形で戦争に加担し、そして殺されていくっていうね、うん、それがたまたま今、ウクライナで起こっていると。
ウクライナとロシアの国境で起こっていると。それはいつでもどこでも朝鮮半島に降りかかってくるものなんだと思うのね。で、それがひょっとしたら台湾になるかもしれないし、どこになるかもしれない。で、その時に、まあ、はっきり言うけど力のない国がどうやって戦争を避けて生き残るのかっていうのは、やっぱり私なんかの生きてる間の課題としてね、なんとか5ミリでも前に進めなきゃなと思うんですよね。逃れようがないよね、ここまで来ると、うん、どうしたらいいかなって、ね、でも諦めちゃいけないし、うん、だけどこの白旗を掲げる勇気というのはなかなか難しいですね。はい、はい、それでは次行きましょう。さて、キリング・バイ運動があちらこちらで展開いたしております。でもちろんその中の一人は私です。私は一生キリンはもう飲まない、サントリーも飲まないというふうに、こんなにビール好きなのに、一番搾り大好きだったのに飲まないと決めました。で、その、理由は、レシストを使ったからですね。で、そして、東京の、東大の殺気祭でも寂しさを招待するなという形で、成田さんに対する、キャンセルカルチャーといいますか、キリン不買運動が起きています。そして、キリンそのものもですね、実は、非常に今まで使った、その、なんて言うんでしょう。まあ、タレントさんといいますか、その、ね、モデルさんといいますか、その、CM に使った人たちは、結構あちこちで差別的な発言をしている人をお使いになっているんですね。ということは、キリンという会社そのものが、実は差別的な眼差しを持っていて、で、そこらに対して何の疑問も思わなかったということが今回露呈したのではないかと思います。これはどうでしょうかね。とりあえず成田さんに関しては、まあ、1週間ぐらいで結構早くキャンセルになりましたけども、うん、でも蓋開けたら出るは出るはですね。成田悠輔だっけ、この人。はい、実は財務省の広報誌ファイナンスっていうのがあるんですけれども、それが去年の、はい、何月か、7月号かな、はい、で、その、例の集団自決、老人は集団自決っていう話を振ってですね、はい、まあ、その、比喩だっていうことは一応言うんだけれども、比喩ではなくて、その生物学的、広げて言った時には、これは言ってみれば、終末医療であるとか、はい、そういうところの、死生観であるとか、そういう生物学的な引き際の話になってきますってことを言ってるわけ。彼の言葉をちゃんと聞くとね、あっちこっちでひどいことを言ってますよ。うん、だから、一応、言い訳はしてるんだけど、言い訳になってねえだろうって、生物学的な引き際の話っていう、まさに集団自決の話でしょう。あと、それからね、集団自決という言葉はこういうふうに使っちゃいけないんですよ。そうですね、で、その言葉自体も、もう、沖縄ではね、なんて言うんでしょう、もう使われてない。っていうか集団、国家による、自身の強要というね、いうような言い方をして、で、この言葉の歴史的な意味も知らずに、うん、簡単に使って、ね、こういうふうにしていること自体が、もう彼の人間性そのものも私問題あると思いますよ。二つ言うことがあって、一つはその沖縄の問題、チビチリガマを取材したことがあって、あの時に、その赤島であるとか、あの辺のまあ離島のところで、みんなもう、いわゆる米兵が攻めてくるってことで、日本兵がみんな逃げてくんですよね。その時にまあ、まだある時はまあ主流である中で自決をする。まあ自決って言っても自決って自分で決めるっていうふうになるときに強制的に殺されるんですよね。そうすると、強制死ですよね。その時に、もう、いわゆる死ぬ道具がなくなった時に、ロープだとか、釜だとかで自分の家族を殺すんですよ。だから、戦のことは話したくない。話せないですね。戦の靴は話しぶしくねえなんていうふうに、沖縄の言葉で、おじいちゃんおばあちゃんたちが言っていたのを取材したことがあるんだけど、結局その時に、みんな生き残り、つまり誰かを殺してきた人たちの生き残りだったりする。で、その時に集団自決というのは、実は自決という名前だけれども、結局は、強制死です。日本兵によって、いわゆるそういうプレッシャーを与えられて、強制された死だったということ。が一つあるんですよね。だからそういうことは使っちゃいけないし、うん、そういうふうにして今もね、のうのうとやってるっていうのは信じられないっていうのはあるんだけど、もう一つね、
もっと大きな話として、こういうのっていうのは、いろんなそのコマーシャルの手法として、物議を醸す。もしくは、炎上商法。炎上商法とまでは言わないけれども、いわゆる話題になった人だったら誰でも出せばいいんじゃないかっていう時に、いわゆる、商売の中でのいわゆるコンプライアンスとは言わないけれども、法よりももっと根底にある、人間としてのやっていいことと悪いことみたいな、そういうところを、規範、そういうところの規範を、なんか軽く考えている人たちが、企業の、こういう広報活動をしてるんじゃないか。で、これ実は国会で問題になって、はい、岸田さんが、答えて、やっぱり人材の起用に関してはね、例えば、もっと慎重になるべきだってこと、実はキリンのコマーシャルではなくて、この成田悠輔が、さっきも言ったように、財務省と農水省の広報誌、広報の中で使われているんですよ。だそういうことに対して、やっぱり政治自体が、つまり省庁自体も、行政の。でも自民党の意思とぴったり合うじゃないですか。自民党の意思っていうかさ、俺ね、怠慢だと思うんだよ。つまり怠慢にブラッとなったら、何も考えないでやったら全部こういう風になっちゃうわけ。それがたまたま自民党にしって、つまり怠慢だから、怠慢共通だよね。だけど私、岸田さんに言った時、お前それな、杉田水脈に言えよって思ったのね。そうそうそう、自分たちの議員に対しては甘くてね、で、何考えてんだって、ね、ちゃんと言うべきことを言いなさいよって思うのね。まさにそうですね。だからでも、いい逃れの方法としては、選挙区のあれが選んだ人、でも、杉田水脈は選挙区じゃないからね。比例のトップでね、名前書いて入ってきたわけじゃないですからね。そうそうそう。そういうことに関して、やっぱり、本当にいちいち言わなくちゃいけないこと自体、情けないですけどね。情けないですね。うん、はい、じゃあ次。これ、でもほら、はい、なんだっけ、ロフカロマ。はい。この人もひどいよね。これ、女性と入浴中に、その複数の男子生徒が盗撮をした事件があったんですね、熊本です。で、その事件を見て、覗こうと思えば覗けるような露天風呂を選んだ学校が悪いっていうんだよね。で、男子生徒は覗けるものならば覗く当たり前だろうっていうのが、で、そういうことを言った人を、また広告に起用してるわけですね。これすごいよね。そんなスカートを履いてたらお前が悪いっていうのね。レイプされるんだと。もうね、痴漢を受けたのはお前がそういう風なね、誘ったからだっていうね。やる方が悪いに決まってんだろうみたいな。男にとって都合の通りっていうのは、もうずっと前からルフしてるんだけども、今も言うか、不適切にも程があるってなるんだけど、あれじゃないけれどもね。まあ、ドラマっていうか、なんで頭が化石のままの人たちがこんなに多いんでしょうかね。いや、それはね、こうやって、公言をする場所にいない普通のね、街中の隣のおっちゃんとかがね、そこで言ったらしょうがないな、このおっちゃんとか思いますけど、少なくともメディアに出て露出して、そして発言をしてる人が、この程度の、で、しかも、この程度の人権感覚ですよ。の男はみんな覗くんだって、男を怒れよって。そうね、男を侮辱してるよね。侮辱してますよ。で、これでもなんかもう30年前のなんかこう発想ですよね。で、それでみんなが、わーはーはーって、男は黙って、札幌ビールもあったけどさ、そういう男らしさっていうのはこういうところに象徴されるんだっていうことが、ルフ、共通認識としてあった時代の話ですよね。だから脳の中がアップデートされてませんよね。これでね、そこに、いろんな人たちが起用されている、はい。これを多様性と呼ぶのか、いろんな人たちっていうのか。多様性っていうのはこういうことなのかっていうことを後でまた話しますけれども。そうですね。これ多様性じゃないですから。全然ね。多様性って言葉はどうして生まれてきたのかっていうことを考えたときに、いろんな人を使うこと、起用すること。はい、それはね、その時の権力交換はやっぱり考えなくちゃいけない。いろんな人っていうのは、いろんな権力のところの人たちっていう意味で、いろんな人たちバラバラに選んでいいっていう話じゃないんですよね。本当にそう。いや、でもね、実験研修が全くできてないっていうのはよくわかりますよね。一度もまともにやったことないんだろうな。そういえば私ないですよ。キリンで研修したこと。キリンさん、どうぞ。新さんを雇ってますね。厳しいわよ、私。キリンの場合は、10倍付けで、私は気に入らない企業に対しては金額高くしますからね。はい、それでは、ちょっと、
労働問題について少しいくつか記事をご紹介したいと思います。アマゾンがフリーランスの配達員契約打ち切り問題がありました。で、そして、200人も失職するということで、長崎でストが行われました。その他にも、今度はですね、65歳以上の一人暮らしの女性のなんと4割が貧困である。思い出してください。2020年の11月の16日、これは私が撮ってきた写真で、私がいつも使っているカバンなんですけども、これくらいしか置けないこの椅子にですね、座って一夜を過ごしたんですよ、冬にね。で、そして渋谷区の幡ヶ谷で野宿していた女性がここで殺されました。で、そして、徳島新聞労組がストライキを通告いたしました。これは来春からっていうか、来春ということは、今年の4月からですよね。新聞社に入る、新人全員を低賃金の別会社に採用、つまり、正規の社員として取るんじゃなくて、下請けから派遣してもらうような形で取るということで、こういうことが新聞社、まあでも新聞社って社用産業ですからね。だから、まあ、経営的に行き詰まったところはみんなこういうことをやる。でもアマゾンなんかは経営的に行き詰まってるわけじゃないですよね。今のこの労働環境どう思いますかね。まあ、この徳島新聞っていうのも特殊っていうふうに言うけれども、うん、実はそういう、労組潰しであるとか、労組二つ作るとか、そうやって社員の中で、まあ、区別をして賃金体系を変えるっていうのはよくある手法なんですよね。で、これ自体が結局、まあ、伸びる手段として、こういうふうなことをせざるを得ないんだったら、この新聞社なくなってもいいんだよね、ちょっとね。でも新聞ってとても大切で、はい、その、調査報道って言ったらもう新聞社じゃないですか。そうなんですよ。そしてまた地方紙でとっても大切なのは何かというと、みんな例えばアメリカもそうなんだけれども、大手の新聞社もしくは大手のテレビ局しか残ってないと、うん、地方の細かなその政治の問題でもそうだし、行政、ね、そうそう、うん、その行政の行き届かなさというものが報道されなくなるとね、そのままもうどんどんやりたい放題、もしくはやりたくない放題にやらないんですよ。うん、行政も政治も。だから地方紙ってものすごく実は大切だし。権力の監視ですか？そうそうそう。うん、でも権力の監視が、やっぱり権力の、いわゆる広報誌になってしまっている。うん、それが自体が、まあ、新聞の凋落の一つの表れでもあったりするんだけど。国新聞とかそうですよ。そうそう本当にね、森木の新聞か、お前は、みたいなね。そういうのが、うんだからね、これ本当にどうすりゃいいのかって言ったら、もう新聞、まあ、おっしゃったように、社用なもんだから。そうね、労働組合を全く作らないような形で、アマゾンもそうですし、いろんなところが、そういう雇用形態に変わってきてましたよね。で、そしていつでも切れるように。うん、で、まあ、それは派遣社員ですからね、正規雇用じゃないということになりますからね。でも企業ってね、やっぱり働く人たちの生活を、やっぱり責任を持たなきゃいけないんですよ、その人生に対して。それってね、うん、実は安全保障なんですよ。セキュリティの問題。うん、つまり、この地方が、どんどん荒れていく、うん。人が荒れていく。だからそういうためにも、やっぱり企業というのは、それなりの社会的インフラとしての責任を持たなくちゃいけないんだけれど、はい。労働者に対する責任、地域に対する責任、それから社会に対する責任っていうのを持つっていうことが、企業経営の基本であり、それも、資本主義をね、まっとうな資本主義にするために、絶対ね、守らなきゃいけないルールの一つじゃないですか。それを抑えないと、こんな風にして、いわゆる、赤字逃れをしようとするんだけど、でも、健全経営できるはずなんですよね、いろんなところで。その知恵を振り絞るべきなんだけども、しないでこう簡単な道を選んだってことですよね。はい。本当に、労働組合は頑張っていただきたいと思うし、それから労働組合やっぱり作るべきです。フリーであったとしてみても、フリーランスが入れるところもあります。そうですね。で、企業の暴走っていうのは、結局はね、戦争につながりますよ。マーケットの拡大ですからね。うん、だから、それを抑えていくためにも、やられっぱなしじゃなく、やっぱり自分たちの権利を主張して獲得していくことがやっぱり大事なんだろうと思います。そして、朗報でございます。河村さん、本当に負けました。名古屋市長ね。はははは。なんか、こんなに喜んでこの番組やっちゃっていいんでしょうかね。すいません。愛知トリエンナーレで、名古屋市がですね、俺はもう金気に入らないから金払わないって言ったものに対して、愛知の、県の方がですね、いわゆるさっきの、はい、芸術に政治を持ち込むなって話をそうなってくるんですけれど、
これは慰安婦の問題であるとか、はい、そういうところをいわゆる芸術として指し示そうとしたトリエンナーレの中で、うんはい、まあこれ一部なんだけれども、それが全部じゃないけれども、それでトリエンナーレ自体のそのいわゆる補助金というものを全部打ち切って金を絞ったわけですよね。うん、で、それはダメだということで、はい敗訴ということになりました。裁判が決着をつけました。それは当然なんだけどさ、裁判に言われない気づかないかねっていう話だよ。いやでも全部そうじゃないですか、ね、司法でやっとなんとか食い止めてるって感じですよね。でちなみにこの少女像っていうのは日本では慰安婦問題という形で言われてますけれども、うん、世界的には戦時性暴力、ね、女性と戦時性暴力の問題ですから、だから世界的にこの問題をやっぱり解決していこうという形で、いろんな国で展示されているのであって、どうもなんか俺がこう言われるのが嫌だみたいな、うん、まあちんけななんかプライドのためにやってるような気がします。そのプライドを助けているのが、自民党の杉田水脈です。止まらぬヘイト、再び愛の、今度は愛のですね、いろんな人たちがだんだんこうシフトしていってるんですよね。こう例えば最初に行われた本当にね、在日やね、コリアンに対するものが、ちょっとこうなんか、負けが込んできたら、次はその沖縄に行ったり、次はアイヌに行ったり、そしてクルド人。そう。で、LGBT、より弱くて抵抗できないところにマーケットを見つけているわけですね。で、彼女は本当に、いや、こういう人を政治家にしちゃいけないんですよね。ね。で、そして今、アーティストのマユンキキさんをはじめ、アイヌの女性たちがもう声を上げて、提訴、いろんな形で、自分たちの、に対する誹謗中傷、それからネットでのね、嫌がらせ、それから犬笛に対して、それぞれが声を上げています。そして、人権侵犯の被害を法務局に報告したりとか、で、法務局もまたひどいんだよね。相手から話を聞かないと、で、聞けなかった場合は、これ審理しないみたいなことを言い出してるわけですよね。ありえないでしょ。加害者に話を聞きますけれども、加害者がそれに応じなければ、これはなかったことにっていうね。法務局いい加減にしてくださいということで、今日のレポートに入りたいと思います。さて、今日のレポートは、先ほどから話が続いております、多様性についてです。なんと、自民党、ね、和歌山県連です。去年の11月に、多様性というテーマに、叶う形で、近畿ブロック会議が開かれて、そしてその懇親会で、まあ、いわゆるダンサーを呼んで、そして口移しでチップをあげたり、それからそのチップで相手の、なんでしょう、パンティーって言った方がいいんですかね。でも、古い言葉ですね。ショーツっていうのもなんか変ですよね。ビキニと言った方がいいんでしょうか。で、そこの紐のところにですね、チップを渡したり、そのチップもまた事前に彼らが用意していたりとかという形で、で、これらを批判があります。でもね、これ、すっぱ抜いたのが産経なんですよ。そうなんですよ。私ね、まさかこの前の一レポートで産経が抜いた記事をですね、やるとは思いませんでしたけども、でも、まあおそらく産経は、あれでしょうね、安倍さん大好きで、で、それで、今の岸田さんが嫌いだから、なんとか、打ちたいと思ったのかもしれませんが、とりあえず、チップ、口移し、自民党青年局、ハレンチ懇親会、お尻触るも参加者の、費用に公費が使われた可能性とかっていう言われ方をしましたが、実際にこれは BBC でも放送されまして、そしてこれに対して不適切だったという形で、まあ、岸田さんも、まあ、コメントをしたというわけですが、この時の言い訳として、多様性をテーマにしたというんですね。で、今日は先ほどから多様性ということが話しておりますが、北丸さんがこういう投稿をなされました。多様性とは対等性のことです。社会の終焉に排除されてきた女性や障害者や異民族や LGBTQ+ など少数者たちが社会の中央にいる人たちに自分たちも対等に存在しているあなたたちだけではない多様な生き方があると気づかせてきたところにある言葉であると。で、この青年局のね、彼は、この言葉すら、まあ、バイトル非常に、ひどい、ね、選ぶったどうしようもない男であるというね、私が思わず付け足してしまいましたが、クソみたいな男であるということを、北丸さんが言いました。ということで、北丸さん、ちょっとこう話、写真戻しますけどね、うん、この多様性って言った時に、私ね、腰抜けたんですよ。うん。いや、みんなそうです。いや、もしかして自民党って多様性ってこういうこと考えてるのって。どういう発想なのかなって、初めて、どういう意味なんだろうと思ったんですね、うん。いろんな人がいるんだっていうことなんだろうけれど、うん、こう、どうしてこの女性たちを呼んで踊ったり、パンツの中に、チップ入れることは多様性なのかな、ちょっとよくわからなかったんですよね。わからなかったですよね。今でもちょっとわかんないんですけど、まあ、いずれにしても多様性って
今言われていて、みんななんか多様性っていうふうになんかこう呪文のように言ってるんだけど、本当どういう言葉なのかよくわかんないんですよね。だからまあでも、世の中見ているといろんな多様な生物も、それこそあの、ランマンじゃないけど、多様な植物があり、いろんなものがあるっていう話も、実は多様性なんだけど、実はそうじゃなくて、なんで今多様性、ダイバーシティっていうふうに言われてきたのかって言ったら、一番さっきも言いましたけども、いわゆる権力の勾配、権力のあるなしっていうものが、ある人たちだけがもう全部のさばっていて、自分たちだけの世の中だって思ってきたところ、実はそうじゃなくて、こんなところに押し、困れていた、もしくは排除されていた人たち。クローゼットの中にいた人たちね。うん、ね、うん。その人たちが、私たちもここにいますよっていうふうに言って、そしてそれがみんな実は人権として同じなんだということに気づきていくのは、いわゆる人権の世紀と言われる21世紀であるべきはずなんだけれども、そうじゃないから、みんな多様性したら、なんかとにかくごっちゃにいろんな人たち、さっきのあの、霧の駒、あの、コマーシャルじゃないけれども、はい、健常者の、うん、健常者のね、ま、マジョリティの男と女ばっかりが出てきて、それで多様性というふうに言ってしまう、そうそう、このあの稚拙さですよね。うん、だから、うん、多様性っていう言葉をもう一度よく考えていてほしい。そして多様性っていう言葉は実はそういうマイノリティから発せられて、マイノリティたちが気づきをとにかく与えなくちゃと思って使ってきた言葉なんです。それをここにいる人が取った多様性をという言葉を略奪して、まるで自分たちのまた都合のいいように使っていること自体が略奪行為だっていうことなんですよね。うん、だからそれすらにも気づいていない、この人。で、なんか、これあれなんだよね、世耕の、あの、あそこで、はい、これがそうなのかどうかわかんない。世耕の秘書がそこに行っていろいろはしゃいでたらしい。世耕ってこの何十年間の日本を悪くした最もどうしようもない政治家の一人ですよね。政治家の一人ね、うん。たくさんいるタイプで政治家の一人です、うん。で、あの、いろんなその、あの、なんていう自民党の広報という意味でも、ひどかったですよね。うん。そして、また青年局なんですよ、実はこれ。自民党でいわゆる新しい世代として、これから、まあ、どんどん。でも、地方の自民党ってこんな感じですよね。でも地方がまともってるの嘘ですよ。地方の自民党ってみんなこういう、あの、青年会議所の、そうそう、あの、油切った男たちの、あの、金ばっかり考えてるね、うん。で、どうしようもなくて女を見下してる人たちの集団の、が、塊が地方の自民党ですからね。そして、この写真やなんかある。うん、で、こういうようなことが行われたときに、やっぱりさすがにこれはまずいだろうって何をしたかって言ったら、みんなスマホで撮ったやつ消してくださいって言ったんですよね。証拠隠滅を図ったわけですよ。つまり、これやばい。それ悪いって分かってたわけじゃん。いや、だから分かってるやつもいるんですよ。分かってるやつもいるって言うんです。でも、その時に、スマホを消せじゃなくて、これをやめろと誰が言わなかったんだろうね。そっちから問題は。みんなが撮ったんでしょ？うん、みんなが撮っていた。最低ね。だから、それを、証拠隠滅ではなくて、こういうことをどうして行ったのかっていうふうにして、仲間内でちゃんと話せるような空気は全くないってこと。で、それでここに来てた国会議員二人は、中曽根の孫ね。そう。で、あの、いや、招待されたから何も言えなかったみたいな。まあ、バカだろうだよね。自分がそこに、あの、そこで、いや、これは良くないですっていうことが、人、まず思ってなかったと思うね。思ってなかったでしょう。そうね。で、思って、ちょっとやばいんじゃないかと思っても、招待されたからこれはっていうんじゃ、何考えてることしか実際に行われてることはさ、人権侵害ですよ。あの、こんな公の場でね、うん、こんな明るい照明の下でこういうことやってるってことはさ、こいつらさ、二次会行ったら何やってるのかって話だよね。普段やってるから。やってるんですよ。それが染み出てきたってことですよ、日常の中に、うん。それも政治の場に。そうです。出てきたってこと。政治の場の懇親会ですよ。そんなところに、うん、まあ、よくまあ、っていうか、だから自民党に対するその、まあ、裏金の問題から始まるんだけど、まあ、それを文春がやったんだけれど、うん、まあ、そういうところに対する、ものすごい不信感っていうのが、だから政治不信じゃなくて自民党不信感だっていうふうに言わなくちゃいけない。で、私ね、思うんだけど、うん、ここに参加してる人たちがね、ああいう形で、ある種ね、女性の体を商品化してね、こうやって楽しむこと。で、そういうことに対して、なぜ彼女たち、あの、
自分たちがプロとしてやってるって思うのは、それは自由だと思うのね。でも圧倒的に女の体が商品化して、こういう形で提供されることで、その裏にあるには何なのかっていうね、うん、女性の貧困ですよ、うん、そうね。でそこの部分なくして、女性が生産業とかそういうところには ね絶対に流れ込まない。そう、うん、だからそこの部分に対して気づいたこととか、政治家だったらもっとやるべきことがあるわけであって、そういうところには全くなくて、でそれを自分たちが凌辱する形で、自分たちがそう楽しむ形で、でしかも口移しでチップを渡し、パンツの間にチップを入れ、もう何考えてるんだって。 1万歩譲って、これがいわゆるそういうお店の中で、うん、お店の中で、あのショーとして見せるということであるならば、でそれがいいとは言わない、うん、だけどもこの場でこういうところ でやってもいいと思って、これが多様性だと言い切って、ほんでヘラヘラと出てきて、で写真消しめしようねって言ったら、どんだけお前悪なんだと思いますよね。で辞任しだっていう声もにもかからずに辞めなかったしね、一番最初ね、こいつね。でこうたまたま出てしまったから、あのなんていうのか、運が悪かったぐらいしか思ってないじゃないですか。でこの人たちが家族が大切だとか、選択的夫婦別姓はダメだとか、ね、同性婚はあの社会を壊したとか、これが社会のいわゆるあり方なんですか。で彼らはこういう社会を維持したいんです。そうですね、パンツにね、女のパンツにね、千円札を入れ込む社会を維持したいのが自民党です。で自民党の県連です。そして自民党の地方支部です。と私は言い切るな、うん、だって象徴的です、ね、本当にね、うんざりするんですよ。自民党を支えてる人たちのこの家父長制だけじゃなくて、傲慢さとかで金をベースにしたね、人間のことを考えなかったり、そこで働いてる人の思いや命やね、どんな思いで働いてるか、女がね、お前考えたことあんのかっていうふうにね、私は思いますよ、うん、でしかもそれがね、いや多様性ですなんて言ってふざけんじゃないよとかね、思いますよね。で、本当に見てないとこだったら何でもやる。ね、見てても平気でね、こんなこと言い切っちゃうところに、知性がないだけじゃなくて、こういう人たちが政治をやっちゃダメなんですよね。絶対やっちゃいけない。で、こういう人たち一票入れたあなたは、次はあなたがこういうね、ひどい環境に陥れられるということをね、俺は絶対そんなことはないとか思ってるんでしょうかね。もう本当になんか稚拙ですよね。で、これ、BBC にも出たんですよね。BBC っても世界中で見られてる。BBC なんか日本を今ターゲットにしていろんなものいや、だってこんな面白い国ないんじゃないですか。そうだよね。これだけのリアルでしょ、ね、経済的にある程度のね、形がいい。ジャニーズもそうだったしさ。本当にね、どんだけ化石化してるんだということです。みんな繋がってるよね、ジャニーズもそうだし。はい。みんなそう。というわけで、この多様性というのはこういう意味ではありません。これ、もう一度わからない人は、もう一度この番組を少しだけ前に戻してね、何回も北丸さんの言葉を聞いてください。クズ男というふうに北丸さんは思っていました。言葉にしたのは私です。さあ、それじゃあ次行きましょう。さあ、ちょっと、押しましたね。それでは、今日の、ご案内と、いくつか、エンタメに続けていきたいと思います。3月29日から4月の1日まで、なんと、トランスジェンダー映画祭。あのね、これね、はい、ドキュメンタリーやなんかもあって、それから、うん、ドラマもあるんですけれども、はい、すごく面白いです。で、この映画祭が、なんと、ネットの中でやるんですね。そうですよ、ネットで、だから自宅で見れます。はい、とても真面目な、真面目っていうか、ものすごい鋭い、ドキュメンタリー映画が、一番最初は最も危険な、これ、なんだっけ、PTX っていうとこだっけ、PTX、まあ、これ、トランスジェンダー映画祭ってことで、2023年のやつも Google で出てきますけれども、2024年春、一番新しいやつが、今度、29日から、これを放送している時ぐらいから、4月1日までやるんで、ネットで申し込めば見れます。はい。このトランスジェンダー映画祭は年に数回オンラインで開催されています。うん、毎年3月31日のトランスジェンダーの可視化の日に合わせて、2024年もね、今開催いたしますということで。これね、最も危険な年っていうのは、はい。いわゆる、一番最初にやっぱりアメリカでもその、はい、トイレの問題っていうのは騒がれて、うんうん、で、そこにトランス女性が入ってきてはいけないという女性スペースを守ると同じ日本が今やってること、それはもうアメリカではもうとっくに終わった議論なんだけれども、その時の、その、トランスジェンダーの人たちのいわゆる政治的なデモであるとか、抗議であるとか、そういうものが、実にドラマティックに描かれています。うん、もう一つの、このメジャーさんっていうのは何かっていうと、はい、今大きに映ってる人なんですけど、これ、いわゆる、
ストーンウォールのベテランです。ストーンウォールベテラン。あの、この人、今いくつなのかな、この映画自体が、何年前かな ?2015、6年かな、はい、で、メジャーさんっていう、うん、トランスジェンダーの、うん、今アクティビストなんですけども、あの、いろんな人たちの相談を受けて、まあ、ゴッドマザーみたいな存在になってる人、それが今までどういうふうに生きてきてたのか、この人、ストーンウォールの暴動の中に、反乱の中に、登場してくる人なんだけれども、あ、そうですか。その人が今も活動しているという、うん、そういうお話です。それだけじゃなくて、はい、いわゆるあの、いわゆるアメリカでインディアンと言われてた人、はい、先住民と言われて、はい、それが、全く法律の、まあ、あの、実はあれなんですよ、あの、さっき言った、あの、サウスカロライナ、ノースカロライナもそうなんだけれども、はい、一番最初にね、インディアンの人たちの法律にも描かれてなかったんだよね。いわゆる先住民のね、人たちが。でも、その人たちの、その人権の問題であるとかも、それから出てくるし、それから、ハワイの先住民の話も出てくるし、はい、いろんな風な、映画が、ここで、見ることができます。ちょっとトランスジェンダーに関してはそのいわゆるハードルが高いっていう人は次の僕のエンタメのところで見ていただければいいんですけども、はい、これはいわゆる本当に今何が行われているのかっていうことを知るためにこの映画祭が行われてますね。はい。あのネットだけで見えるっていうのは本当に嬉しいですね。そうですね。あの行かなきゃいけないってことになると、うんうん、東京がいつも中心になって、そうそうそう、東京でやってないと見れないっていう形になりますが、ぜひ地方でも、はい、ご覧ください。そして今日のエンタメを続けてご紹介しましょう。ファーストデイ、私は花。これは？これね、だから今トランスジェンダーの話、いろんなもう先鋭的な話が、うん、あの社会的にこう動いてるんですけれども、うん、一番最初にこれ見てほしいんですよね。これ実は NHK のオンラインでこれも見れます。あ、これは今見れるんですね。今見れるんです。いつ、はい、ただで見れます。へー。で、それ字幕。どういう内容なんですか？これ、花っていうトランスの女の子がいるんです。はい。この子が、小学校。M2F なんですか？ M2F です。MTF ですね。M2F、うん。はい。あの、いわゆる、生物学的に割り当てられ、あの、出生時に割り当てられたのが、男性として割り当てられたんだけども、どん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 やっぱり自分が女の子であるっていうことに気づき始めるわけですよ。はい、で、この子が小学校を卒業して、はい、中学校に入る。その時に世界が新しくなるんで、初めて女性として、花という名前で、これトーマスという名前なんですよね、うん、いわゆる、あの、生まれた時に名付けられたのは。でも、彼女が、中学校に入るときに人生をやり直すんですよ。でもそのときに、小学校のときのその意地悪な女の子の友達がいて、いつもこいつを、俺を、あの、あんたなんか、本当はトーマスな、トムじゃないっていうふうにして脅したりするいじめっ子がいたり、から新しくできた学校で女の子の3人の親友ができるんだけども、そこで一人と仲違いをしたり、それからカミングアウトをしたり、それからやっぱり、その学校でね、一番最初のシーンは何かというと、学校で全部今日からあなた、校長先生が、あなたは花でいいんだよって言いながらも、女子トイレをどう使ってダメだ。だから保健室の誰でもトイレを使いなさいとかっていうところ、そういうものが、24分ぐらいの短編で、10本、20本、一番最初の、ファーストデイっていうのは学校の初めての日っていう意味なんですね。うん、でも、同時に、花となった初めての日っていう意味でもあるんだけれども、そういうのが本当にわかりやすく日常生活の中でこの女の子がどんな目に遭うのかっていうことが、シリーズとして、第一シリーズがもうそこに終わってるんだけど、今第二シリーズが始まってる。で、これ NHK で放送してるんですよ。素晴らしい。これ学校教育用なんです、して。NHK のホームページから行くと、学校教育で、つまり全部ひらがなで書いてあって解説が、で子供たちが見れるようにする。で、そうして、これ実はオーストラリアで、放送されたドラマなんですけれども、賞もたくさん取っていて、その本当に基本的な、基礎的なその日常生活を描いて、もし、興味がある人は、ここから始めていただきたい。はい、あの、この、あの、番組の、あの、概要欄のところに、あの、ちゃんと、あの、サイトクリックできるようにしてます。まあ、Google で、あの、はい、このファーストで私は花ってやると NHK のページが出てきて全部本当にタダで見られます。それも25分ぐらいなんで本当にね、一回一回簡単に見られますんで見てください。字幕がついてるやつもあるし、日本語の吹き替えもあるし。でも同時にね、この間、昨日だっけな、文部省の教科書検定でさ、今回、その多様な家族のことを一生懸命その教科書会社がやっぱり
教科書に、記載するようになった。はい、で、ママが二人の家族っていうのもあると、女二人の、はい、の家族っていうのもあるっていうふうにやったら、それ検定で取らなかったらしいな。ごめんなさい。あのね。な、だからそう、まあ、まあ、いろ、まあ、同性愛に関しては、記述が始まって、もう特に始まってますけど。はい、家族って血だけで繋がってるわけじゃないですよ。そうそうそう。だからその、つまりね、教科書って何かって言ったら、教科書は現実を教えるだけじゃなくて、うん、あるべき姿、現実に見えないものを見せてくれる、うん、世界を広げてくれるための教科書なんですよね。うんうん、そういう意味では、この文部省はどうしてそれを限定で、修正、なんちゅうのかな、申し入れをしたのかどうかわかんないけれども、うん、でも、確実にこれは教えるべき内容だと思うし、そこを一個教えると、いろんなことが分かり始めるっていうきっかけになるじゃないですか。それからね、家族幻想から離れられますよ。そうですね。親だから子供を愛してるとか、そういうものの中でね、例えば、声が出せなくなってる、例えば、父親からの性的な被害とか、ね、あらゆる問題が家族の中にあるのであって、家族という枠を決められてね、そうじゃなくて、そうではないんだというね、なんていうのかな、そういう固定観念を外してみたときに、血のつながりだけではなく、私たちはもっと家庭や家族を築けるんだっていうことをね、先日、ね、家庭内で性被害、うん、お父さんに性被害があった人が、実名で、本の顔出しで、はい、すごかったですね。もうね、私たちがその、性暴力をね、勉強した当時、今が20年、30年くらい前の時に、一番最初に読んだその裁判の記録ってね、父親からの性被害だったんですよね。で、そういうことが実際起きていて、より見えなくなっていて、それからその痴漢は何だ、あらゆるものの性被害が、例えば上司だったり友達だったり、身近な中で起きていて、そういうものが全部隠蔽されているというところから、こういうものを女性の人権をどう考えていくのかっていうのをね、やっぱり学んでいったわけですよね。で、今やっとね、その、顔を出して告発した彼女はやっぱりすごかったね、うん、でパートナーがやっぱり支えてくれたって言ったけども、ずっともう人生すべてを壊されていくじゃないですか。だからその意味で家族といったものをお父さんがいてお母さんがいてみたいなね、ほんで、さもそれがその生物学的な性が全部ねそのままであって、でそこに必ず愛があってとかね、うん、で母性があってってあるわけねえだろうって本当にね、でそんなものっていうのは幻想なんだっていうことを、それでも私たちは新しい人のつながりや、その、なんていうかな、要するにグループなりチームなりを組めるんだっていうことをね、やっぱり伝えていかないといけないような気がするんですよ。絶望しちゃうじゃない。ここでも言ったと思うんだけど、うん、ほら、猫を飼ってる時に、猫なんて1年間話してると、うん、親子の間でも、ヒーって言い出すっていうことを何度も言ったことがあるんだけども、だから家族って何かっていうと、血のつながりとかっていうんじゃなくて、うん、家族っていうのは家族になろうとする努力のことを言う。そうだよね。家族であろうとする、なろうとする。だからそういう意味では、その、まあ生物学的にね、なんか癖が似てるとかっていうのはあるかもしれないけどね。そう、でも、やっぱり、家族であろうとする、家族になろうとする努力に関して僕たちはそれを家族と呼んでんだっていうふうなことがね、やっぱり。うん、あとそれから一人一人が独立した、一個の人格なんだっていうね。うん、友情もそうですよ。ね。友情も友達であろうとしてるんだからみんな。その努力がない限り友達ではなくなるわけですよ。だって自分の思い通りの友達がいるわけないじゃん。もうどんだけこいつ迷惑かけんだよみたいなので、お互いに掛け合ったりしながら。この私はあなたの中でも、第一シーズンというのは1年生の時に、うん、第二シーズンになると、これ2年生になって、このだんだん社会性を持ってくるんですよ。つまり。そのいじめっ子たちとの関係が。もう出てくる。わ、いや、なんか、そこ、考えただけでもドキドキするけど、でも見てみよう。それから、2年生になるとデートをしたくなってくるね、男の子とね。うん、だけじゃなくて、その、学校内で、LGBTQ だけじゃなくて、うん、IA とかっていうふうにまたいるんだけど、うん、その人たちで、いわゆる、クラブを作る。クラブっていうのは、いわゆる、その、何学内、今何て言うサークル活動、うん、そうそう。学内活動というものを作って、うん、いわゆるそういう活動を始める。だからそのためにやっぱりカムアウトしなくちゃいけなくなるわけよ。ああ、そうか。これがまたね、大変なんだ。大変だけども、本当に、
これよくできたドラマです。ぜひ見ていただきたいと。はい、見てください。カムアウトした時に絶対に受け手側は言ってはいけない言葉を一つだけお伝えしますね。例えば私が、あ、私朝鮮人なんだって言ったら、そしたら、あ、何、しんちゃん、朝鮮の人なの？内緒にしてあげる。これ、なしですからね。他のマイノリティに対してもそうですから。だから、きちんと、僕は気にしないよなんて言うんじゃなくて、気にしてください。それが、マイノリティとの楽しいお付き合いです。そして、もう一つだけご紹介しますね。MBS ドキュメンタリー映像シリーズ TVer で、ちょっと今が見れるかどうか、ちょっとあれなんですけれども、映像シリーズ記者たち、多数になびく社会の中で、マイノリティの側に立って、なんて言うんでしょう。マイノリティの側に立つっていうか、ジャーナリストというのは何なのかという立場に立って、記録されたドキュメンタリーです。はい、そしてもう一つ。はい、ファラックはイスラエルの死の商人ですね。武器製造ロボットを売るなということで、チェンジオルグ。こういったチェンジオルグとても多いですね。私すごくいいことだと思います。ちょっとネットで調べれば、イスラエルに対して、連携しているところとボイコットしていこうという、私不買運動も含めてすごくいい、私たちができる活動だと思いますので。実はね、うん、来月の今頃、はい、東京でプライドパレードが行われる。東京レインボープライドっていうのが行われます。代々木公園で毎年行われて、企業がいろいろ参加して、賛同企業として、はい、ブースを出したり、いわゆる女性の、ね、出したりして、その中にやっぱり今回はイスラエルと関係しているところがたくさん出てくるわけですよ。うん、だから東京レインボープライドの人たちが、どういう企業からスポンサーを受けるべきか、受けざる、受けないべきか。で、また、本社はそうだけど、日本法人でみんな作ってるでしょ、うん、そういう、例えば、さっき言ったコカ・コーラであるとか、スターバックスであるとか、まあ、スターバックスはその、いわゆる、イスラエル支援というところに正式には出てないんだけれども、いろんな、会社のね、態度だとかっていうのを、いろいろ反発でなんか受けてるところあるんだけど、でも日本法人はどうなのかっていうことにもやっぱ関係してくるし、そこら辺で、実は、東京レインボープライドは断ったところも出てきてるんですよ。そしてそこのところから今、なんで断るんだっていうふうな。彼らは企業にしてみれば一つの先天ですよ。自分はいい会社であるというね。人権を持ってる会社であるという。それから、東京レインボープライドは最初の時から見てるけど、本当に手弁当でやって、で、やっと今こんな形でなって、そしてから企業の協賛がなければ、やっぱり準備をすることもできないんですね。みんなのボランティアでそのお金を出してできることには限界があって、やっぱり企業広告や収入があることによって展開できる。社会的なビジビリティっていうのはやっぱり企業としてもらってるからね。うん、丸いだとかさ、ほら、みんなレインボーフラッグかけてね、うん、多様性だとか、それこそ多様性だっていう話で。嘘ばっかりだけど、まあ、とりあえずまあそこに出すことから一歩だなとか思ってたけど、さすがにここまでね。向こうが使おうとするならば、こっちも使ってあげようみたいなところで、うん、対等性っていうふうに言ったけれども、そういうところで、使えるところは使えるんだけども、うん、でも、今回難しい。難しいね。うん。だから、どこまで、してまた、レインボープライドも、一番最初はみんなハッピープライドっていう形で、明るく楽しいゲイライフ、もしくはトランスジェンダーもそう広めて、なんだけれども、やっぱり、どうしたってやっぱり政治的にならざるを得なくなってくる。だって、そうでしょ。うん。だって今の体制に対して抗議をしてるわけですよ。私たちが生きさせろって言ってるんだから。やっとそれが国会に出てきたところなんだから、うん、この政治性をどこまで出していいのかっていうのはね、実はね、そんなに政治的じゃない人たちが、実行委員会やってるんで。いや、もう参加してる人たちも、自分たちはただハッピーになりたいだけっていう人たちもいますから。でもそれ自体がとっても政治的なんだけどね。うん、でもその辺の判断を今頑張ってやってるんで、まあどうなるか見ていかなくちゃいけない。だからこういうボイコット運動にもしてもそうだし、うん、それから署名運動ですね。これチェンジオルグで署名運動やってるんで、うん、こういうの、簡単に名前を連ねるだけ、もしくはもう寄付もできますけれどね。うん、でもそういうところから始めるのも一つの手だと思います。ね。私は少なくとも生きてる限り、キリンとサントリーと、あとそれから、スタバと、もうスタバもね、使わないって決めたんです。うん、まあ、スタバ美味しくないからね。なんて言っちゃいけないから。それから、マクドナルドも私なんかね、自分の生きてる ね、自分の生きててしょっちゅう使ってるものを、これから使わないと決めて、で、大体で何かがあってもなくても使わないと決めて、少なくともそれくらいだけでもやっていかないと、なんか人間として終わっちゃうような気がするんですよね。はい。だから、でも、私もしレインボーパレードのね、プライド、
パレードもそうだけども、もしそこの主催者が何らかの決断をして、その企業を使う、使わない、どちらの形だったとしても、そのパレード私はやっぱり応援していきたいと思う。ここまで来て、やっぱり、紆余曲折ありますよ。紆余曲折ある。あるけれども、継続して、そうね、そこに彼らがいるんだ、私たちがいるんだっていうことを。まだ、本当にね、始まったばかりの運動なんでね。そうです。だから、ケチつけたらキリがない。まだ弱いんだ。ね。はい。それじゃあ次行きましょう。2月のクイズです。はい。バズったグッチの、ポスターというので、これはなんか、非常になんて言うんだろう。多様性だけど。そう。アジア系は釣り目ってこういう風なの使っていいのかよ、みたいな形で。今日本のツイッターで、はい、X で流れたんだよね、はい。流れました。で、欧米人が選んだアジア人モデルが絶対こうなるっていうの、いわゆるアンコンシャスバイアスだから批判されていいと思う、みたいな形で、まあ出てきました。で、もちろんいろんな見方があると思いますが、さて、皆さんはどういうふうにお考えになりましたでしょうか。ね、私もなんて言うでしょう、本当に私、日本にいるよりかも、アメリカにいる方が持っているんですよね。変な話だけど、この典型的な韓国人顔で、で、ヨーロッパでもそうですけど、アジア系の本当に人への、まあ、きつい顔っていうのは、エキゾチックな形で人気はありますよね。これ美しいと思ってるんですよ、つまり。彼らはね。彼らは、まあ、一つはこれはポスターだっていうこと。ポスターっていうのは何かっていうと、やっぱり典型的なものを出さなくちゃいけないっていうこと。そしてまたその中で、美しいと思っているものをいろんなアレンジをしながら出しているということ。例えば、いわゆるここで出てるブラックの人もいますけれども、ブラックだっていろんな色があって、薄い人もいるし、黒い人、真っ黒の人も、まあ、青っぽい黒の人も、すごい綺麗だとかって、まさに。パリコレで出てくると惚れ惚れしますよね。パリコレみんなね、やっぱりね、ちょっと、いわゆる昔のスタンダードの美男じゃないんだよ、うん。みんなちょっとずれているところがすごいんだよね。っていうところからすると、そのポスターのあり方っていうものを考えなくちゃいけないし、まあ、この逆にね、釣り目で、この頬骨が張ってるやつで出してくる、これアジア人差別だよねっていうんじゃなくて、実はアジア、まあ、もうそれはステレオタイプのアジア人を描いてるかもしれないけども、でもそれを美しいと思ったら、それを美しいと思って出していけないのかっていう話になってくるわけよ。だそういう意味では、まあ、そういう批判の意見があっても、あるけども、でもそれはメインストリームとしてじゃなくて、まあ、それがマイクロアグレッシブだっていうふうに言われたら、元も子もないけれども、もういろんな見方があるんだっていうことを覚えておくだけで、これが単なるヘイトっていう問題とは違う問題もまた投げかけているんだってことがわかると思うんですよね。なんかアバクロが作ったね、ベトナム人を揶揄したこう通名であり、あれはもう差別として使ってますわけだから、要するにどういう形で使われているのかってことはとても大事ですよね。で、私ね、ドイツに行った時に見たレディーゼルのポスターなんですけど、これは2015年のね、まあ代表的な、ウィニー・ハローの、が出てるポスターなんですが、彼は、いわゆる白斑っていうんでしょうか。色が落ちていく。で、その彼女がね、このファッションのシーン出てきた時に、私はすごい衝撃的だったんですね。やっぱりね、人の肌っていうのはこんなに美しいものかって私思ったのね。で、なんていうのかな、ファッションの世界だから許されるっていうものではなく、こういうところに彼女自身が出てきた、モデルになったということもそうだし、それを、なんていうかな、ここのね、ブランドが、美しいと思って使ったって、それがね、街中にこうね、広告があったんですね。で、これ私はね、私自身にとってもね、大きな衝撃でしたね。ディーゼルっていう企業のあり方、いろいろまた別の問題もありますけれども、してまた、もっと言ってしまうと、これを起用することによって、自分たちがどう思われたいかってことをやっぱり表現する。同時にそこにやっぱり打算は透けるわけですよ。そうですね。必ず、それこそ政治だけれども、打算も透ける。でも打算の上で、なおかつ効果、社会に対する効果っていうのは何なのかっていうことを、に気づけば、それを言語化していく。で、それこそがこの、この CM をディーゼルから引き離して私たちのものとする行為なんだと思うんですよ。ディーゼルから教えられるんじゃなくて、ディーゼル関係なしに、お前こういうふうに言ったじゃん、こういうふうにやったじゃん、ね。うん、
だったらね、こう作る過程においてもね、人種差別なりね、安いところで作ったりとかさせるなよっていうふうに言っていくことが消費者としての、その、なんていうかな、企業との関わり方ですよね。だから、ほら、是枝の怪物っていう映画があった時に、はい、怪物っていうのを、その最後、うん、まあ、朝日新聞でなんか、うん、いろいろ対談やって、うん、定談やってますけれども、やってましたけれども、うん、怪物をめぐる、その、一番最後の描き方、うん、あの二人は殺され、死んじゃうのかどうか、うん、それからあの二人はクイアなのかどうか、うん、つまり、ホモセクシャルなのかどうかって曖昧にしたままだっていうふうに言った時に、それから話して、それを僕らは、いや、あそこでパルムドールのクイア賞を取ったっていうことによって、はい、結局それ自体が、こちらから語り直す、うん。あれは私たちの映画なんだ。あれはクイアの映画なんだっていうことによって、あの映画は完結するんだっていうふうに、うん、向こうが語るならこっちも語っていい。ただこう受け取るだけじゃなくて、私はこういうふうにこれを見るんだってね。それを僕たちが取るんだっていうね、うん、主体性を取り戻す。もしくは主体性を獲得していく。うん、だからこの DJ のやつを見ても、うん、この白飯の女性たち、もしくはいろんな意味で、例えばあざのある人もいるでしょう。うん、それからいろんなところで、いわゆる外見的なもの。そうね。見た目問題でひどい扱いを受けてる人たちはたくさんいますからね。それをだから語り直す。うん、これでもいいんだよっていうことに、を言い続けるっていうことが、やっぱり社会を豊かにする。その時にね、みんなね、だからほら、白飯の人見てるとき、社会に出てきたとき、目を背けたりするけども、うんあんなのはね、見慣れることなんだから。そう。慣れなのよ、本当に。うん。だって一番最初に日本の国でさ、外国人が歩いてたとかみんなジロジロ見てびっくりする。慣れるでしょ。同じだから。本当にそう。自分の生活の中にいるんだって感じた時から、それが普通になっていきますからね。パンダだって慣れちゃうんだから、ね。みんな、人間そういう風になってるのよ。はい、それでは3月のクイズに行きたいと思います。さて、この動画から何を読み取れますかということで、ちょっと2つの動画をご紹介していきますね。それでは行きましょう。はい。これも、まあ、オスカーのね、はい、受賞式の時なんですけども、はい、いろいろ、もう皆さんもご存知だと思いますけれども、はい、エマストーンが、ミシェル・ヨーもですね、はい、キーホイクワンもですね、実は去年の Everything Everywhere All at Once という映画で、はい賞、オスカーを取った人たちが、いわゆるプレゼンターとして、うん、オスカー像を渡す役目を取りするわけですね、はい。で、このエマ・ストーンがここに来て、新人優勝を渡す。取りましただけど、渡すんだけど、このオスカーを別の人に渡して、そこから、うん、ハグをする。さて、で、ここのところでね。うんで、受賞のスピーチをした。はい。で、もう一つを行きましょう。じゃあ、こちらの方もご覧ください。これはロバート・ダウニー・ジュニアですけれども、はい、これが、助演男優賞、男優賞というか俳優賞ですけれども、はい、プレゼンターとキー・ホイ・クワン。この人はある、なんだっけ、ハリソン・フォードの、インディアナ・ジョーンズ。これもう一度流しますね。はい、インディアナ・ジョーンズ、はい、ここから撮った。はい。こちら握手した。握手した。適当に合図して、はい、うん、この2つの映像が実はとても批判を受けましたね、うんうん、でも批判を受けたんだけど片っぽ、うん、エマストーンの方は実は違ったんだっていう話になりました、うん、さあこれがどういう風になったのか今日クイズですよねこれそうですそうです実は、みんなご存知でしょうけどね。はい。とりあえず、エマストーンに関しては新しい情報が出てきましたけども、この二つの映像が非常に大きく、その話題になり、批判を受けました。うん、さあ、どの部分がなんで、これを受けたのか。ただ、私はね、アメリカではよくあるシーンだなっていう感じがしたんですけどね、よく見るなと日常の中でね、と思いました。ということで、これは3月のクイズです。4月に回答させていただきたいと思います。さて、3月締めになりました。最後に皆様に一言お願いいたします。でもさ、うん、今回こういう風にやってるもっともっといろんな前向きなものだもういっぱい追い切れないんだよね。追い切れないんだ。本当はね、毎週でもやりたいぐらいに、もう量が多くて、それで、ま、準備しとくけども、次から次へと新しいのが来るので、お伝えしたいものがね、どん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 落としていくような形で。今回もだったら、ほら、一番最初にやった、札幌高裁の同性婚の違憲判決のことも、ちゃんと本当に詳しくやらなくちゃいけないんだけど、はい、でもこれはね、うん、最高裁にまで行くんでしょうけど、札幌高裁何が書き手かっていうと、
憲法24条の第1項を認めたってことなんですよね。はい、1項って何かって、結婚というのは両性の合意のみによって、行われるもんだっていうことを認めた。うん、この両性っていうのが、男女のことなのか、それとも個々のことなのか、個人個人のことなのかっていうことで、実は、札幌高裁がこういうふうに、実はこれは個人の問題であって、つまり家族制度からの介入を排除するもんで、個々の尊厳、個人の尊厳によって結婚っていうのは成り立って、例えば親がダメだって言ったからって結婚できないもんじゃないよってことを言ってるんだっていうことなんだよね。これもともとはブラック差別との戦いの中で出てきたんですよ。あそこはブラック民だからとかって言って、その結婚差別っていうのものすごく激しかったし、だから家とかそういうね、いわゆるディセント、出自ではなく、うん、一人一人がどう思っているのかっていうところで、それでその婚姻とかね、一緒に生活するってことは成り立つんだっていうことで、あの差別のものすごい何百年にもわたるブラック差別をベースにして勝ち取ったところなんですね。うん、だからそれの、要するに根本に戻れってことですよね。そう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 。これ別に男と女って言ってるわけではなく、両性、つまりあなたと私っていうことですよね。うん、ところが、6つの地裁段階では、うん、札幌、福岡、名古屋、大阪、東京2つっていう段階では、そこのところ認めなかったわけ。うん、24条の1項に関しては、そこは全然排除されて判断してくれなかったわけです。札幌高裁はそこまで判断した。ということで、画期的な判決なんだけれども、一つはね、でも、衆議院の法制局、衆議院法制局では、24条の1項は両性って書いてあるから男女じゃないかって聞けるや、同性婚を禁止してるもんではないと。いうふうに、法制局自体が言ってるわけね。もう、いわゆる行政府がね。だそういうところでは、まあ、それに対して、高裁がそれについてお墨付きを与えたってことなんだけども、これから最高裁に行っても、やっぱりそういう判決の方向に進んでいくと思います。だからこれから各地での高裁で、まだ、二次訴訟が、控訴が行われてるんで、出てくるでしょうけど、そういう方向性っていうのは変わらない。またそういうことと、すべてのそのマイノリティの問題っていうのは関わってくるんだってこと、今日も何度も言いましたけど、いろんな事件、事故、それからいろんな問題に関してもすべて関わってくるのは多様性の問題にしてもそうだしっていうことを、やっぱり、まあ数少ない、月に一回だけれども、とにかく拾い上げていきましょうねっていう話か。拾い上げていきたいと思います。私も、これからずっと、北丸さんをこき使いながら生きていきたいと思います。では、3月はこれにて終了いたします。また4月にお会いしましょう。長い時間どうもありがとうございました。失礼します。